あれ？ん？はじめキッチンで歯磨きしてんの？いいとこに聞きましたね、大ちゃん。どこで歯磨きするの？洗面所？そう、みんな洗面所で歯磨きするけど、俺は人と違う存在でありたいので、あえてキッチンで歯磨きすることを選んだんです。理由は何でかって？わかりません。マジで？うん。いいじゃないですか、サッカー選手っぽい。一口ください。お願いします。あ、財布。あ、オッケー。何やってんの？まあ、汚れですからね。あー、おしっこは座って。あー、わかるわかる。あ、てか、テープ忘れたわ。はい、すみません。はい、テープ取ってもらっていいですか？オッケー、行くよ。なんか大地くんパーカー忘れて出かけちゃったんすよ。ありみー。じゃあでも今出かけたばっかだから、もしかしたらそこら辺いるかもしれないんちゃん。憲法。確かにね。うん。ね。おるおるおる。こっから届けてかけましょう。ええー、ねえねえ、優しいてっちゃん。てっちゃんなんて久々に言われましたよ。やばい、急な眠気が。あ、やばい、3秒後寝る、3秒後寝る。ああ。暑いですね。そんなことない、冬だよ。いやいや、めっちゃ暑いっすよ、今。厚着しすぎなんだよ。いやいや、脱げば。わかりました。うん、めっちゃらしいタンクトップ着てんじゃん。あれ？これ絶対こっちが表じゃないの？いやいや、こっちが表っすよ。絶対こっちが表だよ。いやいや、ちょ、一回逆に着てみて。絶対逆だからする。逆っすか？うん、わかりました。いや、なんかそのプロ邪魔じゃないです
ですか。じゃあこれ、はい、下持っていきましょうよ、それ手伝ってよ。よしよし、いいっすよ、行きましょう。せーの、よいしょ。というわけで皆様、今日も一日撮影本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。かんかんかん。お疲れ様です。というわけで今回の動画ははじめ社長の畑のバカっこいい日常動画でした。はい、なかなか我々のしない動画だったんで、すごい大変だったと思うんですけど、どうでしたか。やっぱり何回も心が折れそうになりましたね。本当に何回も何回も同じことを繰り返して、でもまあ決まった時あのドヤ顔がやっぱ気持ちよかったっすね。そうですね。友達どうでした。とっても楽しかったです。シンプルで何よりです。ありがとうございます。そして今回 Hulu さんの YouTube チャンネルで、今回のメイキング映像や NG カットが本日から3ヶ月限定で公開されておりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。そういえば Hulu といえば畑メンバーもともと何か使ってたりするんですよね。はい、大地さん、田中さん、はい、どんな感じですか。何見てるか気になる。あ、ちょうどなんか視聴履歴みたいなのがあって、見ます見ます見ます。え、待って待って待って、何見てんすか。いやいやすか、ほんとに視聴するみたいな。わわわわわわわんおーやっぱホラー見てる。ホラーじゃないですか。そう、ホラー映画はめっちゃ見ますとか、アニメとかがやっぱ多いですかね。ダイさん割とアニメ多いですね。これはちょっとえブラを捨て旅に出よう。モデルの水原希子さんがなんかこう世界を一周する一人旅するみたいな、ちょっとタイトルで釣られてしまって。あ、なるほどなるほど。でも学校で教えられないじゃん。やっぱ見ちゃうよね。なるほど、男は見ちゃうよね、これ。キャバスカ学園、キャバスカ学園見ちゃってますね。キャバスカ学園はほら AKB グループのドラマのキャバクラマンですね。面白かったっすか。よかったよ。言い方ただ、ちょプラダを着た悪魔を見てる。おお、あいい映画っすね。やっぱ洋画とか映画館であんま見に行く勇気出ないんですよ、僕。でもなんかこういう Hulu ではへへへ、Hulu ではへへへ寄り目してくる。寄り目して笑わしてきてた。そう、Hulu とかで見てなんか見やすかった。やっぱアプリだと手軽に見れるんですよね。うん、ドイツさんもプラドを着た悪魔見てる。あ、僕は吹き替えと字幕両方見てます。なんで？すげえ。なんで？英語の勉強してたんですか？やっぱり、ね、字幕の方が好きなんで、吹き替えで見てて、あ、これ字幕で見た方が面白いんじゃないかな。なるほど、はい。どっちもあるんですね。どっちもあるんですよ。あとはもうドラマですね。すごいドラマ多いんですよ、日本の。なんか海外ドラマも日本のドラマも、海外映画も日本の映画もアニメも何でもあるんですよね。そう。オリジナルのとかもあって、はい、というわけで Hulu は月額約1000円で動画が見放題っていう超お得、そして2週間なんとお試しで見ることができますので、ぜひ初めての方は使ってみてください。詳しい内容は動画の概要欄からチェックできますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで次回の畑は Hulu でお会いしましょう。バイバーイ。寝てるよ。喉渇いたっすね。渇いた。なんか飲みます。飲む。じゃあなんか買ってきますね。あ、嬉しい。やばい、財布忘れた。あ、ない。はい。あれ、はじめキッチンで歯磨きしてんの。お、いいとこに気づいたね、大地くん。歯磨きどこでします。洗面所？そう、洗面所でみんなするんですよ。で、俺も洗面所で磨こうかなって思ってたんですよ。てか現にそうしてた、実家暮らしの時とかは。けど俺は一人暮らしとして思ったんです。キッチンで歯磨きする人少ないから、こっちの方がかっこいいってね。
フライ。え、今ので豚さぬきや。もう、助けて。